Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me, Taira. こんばんは。Today's lesson is number 45ということで、何々のものということですね。今日はその何々のものっていうことについて紹介していきたいと思います。何々のものっていうことで、ちょっと硬いっていうか文法用語で言うと独立所有格っていうことなんですけども、所有格っていうのはなんか聞いたことありますよね。前の動画で、代名詞の所有格っていうことで、私のものとかあなたのものっていうので表してたと思うんですけども、それは、例えば、私のペン、私のペン、私の電話、私のマイフォンということで、何か名詞をくっつけることによって、その所有権を、表示する、私のもの、私の何々っていうものだったんですけども、今回紹介する独立所有格っていうのは、それ一つで意味をなすものになります。横並びで言うと、I, my, me, mine っていうことで、これは私は、私の、これが所有格ですね。私の mine。で、me、目的格、mine、私のものということで、それだけで、that's mine、あれは私のものです、っていう形で、表現することができます。そのまま下に降りていきますと、you, you are you, yours, he, his, him, his, she, she, her, her, hers, hers ですね。彼女のもの。They, their, them, theirs, theirs. 彼らの、彼女らの、これらのもの。ということですね。で、複数形ですね。ours. We, our, us, ours. 私たちのということになります。はい。で、これで、もう本当に何でもそうですね。It's ours. It's theirs. It's hers. It's his.It's yours ということで、これは誰々のものですってことで、独立して、所有格ということで、誰々のものというのを、このワード一つだけで表すことができます。で、フレーズというか、一番よく使う、シンプルでよく使うのが、Is this yours? これあなたの ?Is this yours? って聞かれて、で、そうですっていうふうに答えるんだったら、Yes, it is. もしくは、Yes, it's mine. Yes, it is. Yes, it is. はい、そうです。Yes, it is. か、もしくは、Yes, it's mine. はい、それは私のものです。で、例えば、No って言うんだったら、No, it isn't. No, it isn't. か、もしくは、No, it's hers. No, it's his. とか。自分以外の、聞かれた自分以外の、独立所有格を使って、いいえ、彼女のです。No, it's hers. No, it's theirs. という形で、表示することができます。これシンプルで非常にわかりやすいんですけども、よく使うワードで、なんていうのね、一番ちょっと端っこに追いやられて、あんまり馴染みがないっていうか使われなかったかもしれないんですけども、独立所有格使えればすごく便利なんで、もう that's mine とかっていうのはよく使う。それ私の、あれ私のとか、よく使うと思うので、覚えておけばいいと思います。Is this yours? Yes, it is. もしくは、Yes, it's mine. ということで、覚えておいてください。今日はどうもありがとうございました。発音は、yours ですね。yours ではなくて、yours。theirs も、they ではなく、they でもなく、theirs。ということで、th の濁音、theirs。ということを覚えておいてください。いいねコメント、それからツッコミコメントありましたらよろしくお願いいたします。また、いいなと思ったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Thank you for watching. See you next time. Bye!